語ること。シェア。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんとりっかです。今日の動画はスウェーデンの夏の風物詩 DIY の動画です。日本の露天風呂に憧れ買っちゃいました。家族みんなに手伝ってもらって、みつおのランチで腹ごしらえ、そして最後は白夜の中ジャグジーパーティー。てかまだいくらだったか聞いてないんですけど。じゃあ動画の中で教えるね。それでは行きましょう、ふたりパパの北欧ハウス DIY、 スウェーデンの男たちの露天風呂作り。7月上旬、爽やかな北スウェーデンの夏の日。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。スウェーデン帰ってきた翌日なんですけど、ランチを作ってる間にリガワッパーから連絡があって、弟の変化と一緒になんかやってくるって言って、なんかサプライズがあるって言われたので、なんだろうと思っていたら、なんか変なもの持ってきたんだけど、あの人たち何持ってきたの？なんだろう、サプライズ。ミツパパがいない間にリカパパがなんか勝手にこうやって見てみるとでかいですね。この家を買った時、サウナはあってもバスタブがなかったので、欲しいねとは言っていましたが、まさか露天風呂になるとは思っていませんでした。ただ最近では近所でもジャグジーのある家が増えてきていて、DIY ショップのジャグジーコーナーには見本がいっぱい並んでいます。まだ値段を聞いてはいませんが、設置すれば家をもし売る時になっても家の価値として上乗せできるというのですが。そしてこういうのは大概 DIY というか自分たちで設置しちゃうのもスウェーデン流。家族みんなに助けを求め、まずは作戦会議です。 There you go, the first idea.Man ju såga upp ett hål, fylla grus. Men då måste man ju också hålla på och tänka kring reglerna här. Så att du menar att det blir för tungt? Jag tänker att om du lägger 1,5-2 ton här på. Ja. Det är ju att man drar upp en 2,2 cirkel här. Såga bort brädorna.Och så måste man ju såga igenom reglerna. Ja, men du kan ju sätta grus. Du kan ju sätta grus då. Då kan man sätta grus och markisolering. Och det är ju viktigt. この日はもう時間が遅くなってしまったので、実際の作業は翌日の朝始めることに。翌朝、裏庭のデッキに来てみると、息子くんとリカパッパがもう仕事を始めています。ファルファルたちが来る前に、後でカットする円の部分を測り、印をつけています。そしてファルファルやアンドレアスが来たら、早速カットしていきましょう。いつもやりたい。楽しいよ。息子くんもお手伝いが楽しいようです。おお、上手に取った。ところが作業を進めていくうちに、とある問題が発覚したのです。ここはちょっと斜めになってるってこと？この下は石。うん、けどこれは多分ちょっと滑った。あー、落ちちゃったんだ。だからここは斜めじゃない。あは、これをちょっと開けると石また入れ直して綺麗に。わー、wow, that's experiment. やっそう、スカニーリフト打ってね。うん、でもこれもせぐアイレンスタイル機能フゥーフェイルアーミー。ということで、ジャッキで全体を持ち上げ、バルコニーの基礎を直します。おい、あれ見えて、
水平かどうかをチェックし、微調整を繰り返し、ずり落ちていた基礎の石をぴったりとはめ込んでいきます。てかあそこの横のやつは切るんだよね。そう、そういう感じで切って、あの石を入れて、なんかサポート、うん、それでなんか全部このテラスが固定、そしたら穴が開いてたら、なんていうアイソレーション、インソレーション、インソレーション、プールをそのままヘイルシー。順調に作業は進み、弟のヘンケが到着。バスタブを運ぶ下準備をしておいてくれました。なんで向き変えたの？ここを、うん、あのこのこれを使って、うん、あっちでなんか we're tipping it down、うん、like that. So instead of sliding everything off first、うん、we're just gonna tip it off directly. Ah, okay. Onto these ones. I see. ここまで準備したところでランチの時間になったので。休憩を挟み、食事の後に運ぶことになりました。今日の食事はこちら。アンドレアスがヴィーガンなので、レンズ豆と豆腐のカレー、付け合わせに揚げナスです。The curry is very interesting, Alex. Yeah, they're good. They're good. Brände du den första curryn? Ja, men jag bara tar bort det brände.外を手伝いながら作っていたら、カレーを焦がしてしまったミツパッパ。焦げたところだけなんとか取って、5人分のカレー確保できました。ただファルファルは辛いのが苦手だったので、チリを別添えにしたんですが、なかなか辛いやつだったみたい。Det är det färska, grön chili. Men grön chili smakar lite, vad heter det, grönsocker? Blåsmak, säger man på franska. Blåsmak. Aoi. Ah, ja. Aoi, ja. Det är inte mogen. Det är smak. Så してランチを終えると、また作業に取り掛かります。ランチの後取り掛かったのは、荷台に乗ったバスタブを運ぶ作業。重いのでご近所さんにも手伝ってもらいました。芝生の上は滑らせることができたのですが、この坂のところは止まってしまいそうだったので、こんな風にして橋を渡すことに。うまく運べるでしょうか。無事に裏のお庭まで持ってくることができました。そして穴を開けたデッキの周りも直しながら、バスタブが来る部分の木も取っ払ってしまいます。その間に物置小屋の中では何か作業が進んでいるようです。ワフソーガーで入りんねえからいいスクロッバン、ワフソーガーでいんねえボーダン、ミンスカネーツクラプニング。あ、ここで切ってたのね。うん、もともとのプランでは、バスタブの下には小石を敷き詰めたものを基礎にする予定でした。でもみんなで相談したり調べた結果、専用の硬い発泡スチロールの素材を円形にカットするのがいいということに。このジャグジーは一度温めたらそのまま保温させておくもの。このバスタブ自体も保温性能が高いのですが、地面からも熱が逃げないようにこの素材がいいんだそうです。どのがあるんですか。ショッカー、きちんと測って切り取りましたが、パズルのようにぴったりはまるでしょうか。パーフェクト。そしていよいよバスタブをここに設置です。木の板をレールのようにして滑らせていきます。
バスタブが水平になっているのを確認して、そしてお水を入れる前にきれいにお掃除。これお水出してお水を張っていき、数十分後ちょっと冷たそう。今からちょっとクロリンを入れる。ああ、消毒ね。温めるのは時間かかる。うん、ちょっと時間かかりそうだよね。ということで、この日の作業はおしまい。日を改めてプール開きならぬジャグジー開きをすることに。設置が完了してから数日後、息子くんのいとこたちも集まりジャグジー開き。この日のおつまみはブルスケッタ、トマトとモッツァレラとワカモレとブリーチーズの2種類、そしてドリンクも準備しました。ハロー、じゃあダークサートスコーラ、アンジュバラオプナノ。この右側のは子供用のカクテル。ファルモルが作ってくれた黒すぐりのサフトを炭酸水で割ったもの。夏っぽくパイナップルもつけてみました。そしてこちらは大人用。おい、ビスカスコーラ。さあ、これで準備万端。スカビスコーラ。オッケー。ハビアル。よ。ベムスカスコーラ。スコー。パーティー。Ha non blu green. Green. Green stand are ayayi. Ayayi soft. Yo blue black. Ayayi. 子供たちの番が終わると大人の時間。Jag vill ha det bubblar. Gillar du bubblar? Jag gillar bubblor och jag gillar utanför. Ja, det borde. Det är lite mer party. Ja, så man kan dö. Ja. このジャグジー、使い方があるみたいで。Så här så slår man på. Nu är det med bubblor. Ja. Och här slår man av bubblorna. Då är det bara jet, vattenjet. Mm.Då slår jag på bubblor, då kommer kompressorn igång. Mm. Så kommer bubblor. Och så slår man av, då är det bara jet. Ja. Så det är bra för massage. Aha. Då kan man också slå av, så att när jag slår på bubblorna, då stänger bubblorna här, men då kan jag stänga av jetstrålarna. Mm. Här. Så att, då blir det för dem som inte vill ha så mycket bubblor, då kan man sitta här. Så att jag ser att nu är vi snart uppe vid... att det dräller över nivån. Nu kommer den! Kom in! Hopp in! Nu! ちょっとお水を入れすぎてしまったみたいで、もうギリギリ。そこにファルファルもやってきて。で、ネリボーク。おー！ネシフラン。Jag sitter bredvid mitt. Ja, sitter här. Är det högt? Jag kommer ju att drunkna här. Nej, du är inte så kort. Nej, det går bra, det är fint. Minna de yukkuri sugosu natsu no yoru. Koko kita Sweden wa kono jiki wa mada byakuya datta node, yoru no 10 時ぐらいまで入っていましたが、すっかり時間を忘れてしまいます。ちなみにこのジャグジーの管理、水を変えるのかなとか、電気代とかどうなってんのかなって気になったりしますよね。
基本的にこの水には消毒の塩素を入れ、フィルターで水を循環させ保温しているのですが、説明書によると週に1回ほど水質のチェックをし、3ヶ月に1回ほどのペースでお水を変えるようです。保温性に優れているのでずっとつけっぱなしで、入りたい時に蓋を開ければ入れます。あまり電気代がかからないと聞きましたが、まあ、次の請求をちょっとチェックしてみないとですね。個人的には雪見露天風呂が楽しみなんですが、サウナよりお風呂が好きな息子くん、もうすでに何度もリラックスしながら3人で親子時間を過ごしています。あ、デリカパパ、結局この蛇口いくらだったの？それは議会予告の後で発表します。さて、来週の二人パパは息子くんです。ブーベルポール、外のお風呂は大好きでした。友達を呼んで一緒に入ったよ。楽しかった。なんかいっぱいのブーベルが出て風邪ひいたみたいだった。あ、お風呂が風邪ひいたみたい。次の動画はミッチパパとリカパパの結婚記念日だよ。だから僕がいない。チャンネル登録してね。コメントも待ってます。ヘイドー。sten, sax, påse, vad blir det? へへー、リカパパあれいくらだったの？あのお風呂。あ、お風呂は6万クローナ。6万クローナ。6万クローナ。2人パパ。